こんにちは、ダンノマコです。今日は堺市、記録的な暑さとなりそうなんですが、ここ和紙町2000地球村地上会場はさらに暑い一日分となりそうです。今日は一体どんな出会いが待っているんでしょうか。今日も張り切ってリポートします。ドイツからやってきたリゴ・ウィンターシュタイン・スイングテッドが演奏しているこのジャズは非常に古い歴史を持つ民族音楽です。国境を越えて愛されてきた音楽、スイングしながら楽しみましょう。っていうこのリズムが基本になってるんですね。軽快な音楽も情熱的な音楽も全部このツッチャツッチャが基本になってますね。ドイツだからっていうわけじゃないですけど、なんかビールが飲みたいですね。ジャズはお酒が似合う音楽と言われていますが、このジャズは中でもとっても陽気ですから、屋外で聴いてるということもあるし、やっぱりビールがいいな。皆さんがやってらっしゃる音楽、どういう音楽かご説明いただけますか。Das ist eine Mischung aus Zigeunermusik und ungarische Folklore. That's kind of originally gypsy music and music from Hungaria, kind of folklore music. もともとはジプシーの音楽で、ハンガリーから来た音楽ということです。はい。皆さんの音楽を楽しむにはどうすればいいかということを教えてください。Jazz drücken wir natürlich unser ganze Gefühle aus.Was wir innen selber fühlen und das trinken wir halt auf Jazz und Swing aus. Die Botschaft, dass natürlich durch die Musik auch viele Leute Einigkeit sind, kein Krieg natürlich, wir, das vermitteln wir natürlich mit unserer Musik auch, dass wir halt sämtliche Völker, was es auf der Erde ist, dass es mit Frieden halt zusammen lebt.受け継がれてきた競技なんですが、ダイナミックな旗を使った演技が見ものです。イタリア、コンパニア・ズバンディ・エラトーリです。中世の頃に地区対抗のお祭りとして行われたこのダイナミックな競技、当時は戦争とつながりの深いものでしたが、今では旗を落としてしまったら減点という形でゲームとして楽しんでいます。一番軽いもので600グラムというフラッグをいとも簡単に操っていますが、風の抵抗で本当はかなり重いんでしょうね。